こんにちは、おもとの方面です。今回はおもとの植え替え、秋の植え替えについてお話したいと思います。例えば今これからちょっと涼しくなってきたからといって、こういった葉数の多いものを例えば植え替えたりすると、葉っぱがそうですね、こういうものですと4枚近くもパラパラっと落ちてきてしまいます。新芽が植え替えの刺激でダッと出ることで、まあ、下葉が突き破られて、で葉っぱが下葉が落ちてしまうんですが、今の時期、そうです、お盆からそのまだちょっと暑い9月とかそういう時期は、どちらかというとこういうもともと葉数の少ない若い木、こういう木ですとそんなに葉っぱは落ちないので、こういうものから植え替えをした方がいいと思います。で10月とかちょっと涼しくなってきてから、こういった葉数の多いものを植え替えをすると、葉数下葉の落ちっていうのはかなり抑えられると思います。おもとの方面でした。